この間最初にもちょっと言いましたけど、久しぶりに山の中の温泉に行ってきまして、そこは本当にね、山の深いところでね、 町からバスで2時間ぐらい入ったとこなのね。山をいくつか奥の方へっていう風にぐるぐる回っていって、やっとあるっていう温泉場で、でそこでお湯に浸かってたら本当にね、夜早い時間に眠くなっちゃうんですよ。それで私もともとは割とほら、夜は起きてて朝になってから寝るっていう生活してたでしょ。それがいきなり行った途端に夜9時頃寝て、で朝5時半ぐらいに起きるというね、生活になっちゃったのね。それでそういう時に朝までずっと寝てるんじゃなくて、時々目が覚める、夜中の1時とか2時とかね、覚めるので、パッと目を開けると周りが真っ暗で当たり前だけど、それで泊まってる他のお客さんもみんな寝てるから何の物音もしないで、風の音だけとかしたりしてね。で私はとにかく毎日毎日夜は起きてたから、そういう目が覚めた時にみんな寝てて静かでっていう感じを忘れていたのね。ですごくその時に怖くてね、で、ああって思ったら、私は実はこの感じが嫌で、だんだん夜更かしをするようになって夜起きてるようになっちゃったんじゃないかなって思ったんですよね。最初からずっと夜起きていて明かりをつけてなんかレコード聞いたり本読んだりしてる分には、それは昼間の続きだから夜ではないんだよね、夜って言っても。で朝になって寝れば、昼間なんかいくら目が覚めてもみんな起きてるから怖くないし寂しくないじゃない。そう思うと、実は私は夜が好きだと言っている割に、なんていうか夜というもの全然知らないで来たんじゃないかなって一瞬思ってしまったんですよね。本当は目が覚めて、突然目が覚めて、あ、みんな寝てる、誰も起きてない、私だけだって思ったその瞬間が夜なんじゃないかなとその時に感じてしまいましたが、皆さんは夜を、どんな風に思っていますか。一曲聴いてください。眠れない夜。みんな寝
僕は透き通る透き通る朝食屋さんのコーナーがやってまいりました。ですね、何も食べてませんね。そういえば今日朝ごはんにだんだんなんかお電話をかけたいと思います。ペンネームの岸田の猫ちゃん、札幌の方、ちょっと読んでみますね。私は毎週聞いてますよ。ところで今日1月11日はうちの父が函館に行ってしまっていないんです。それでいつも電話番号かけないんですが、今日は大丈夫なんです。今日を逃したらもう二度と機会がないかもしれません。ひそこさんどうかかけてください。必ず起きてますから。だそうです。あ、お父様がなんかお仕事で出かけてらして、それで大丈夫なんだ。起きてるかな。もしもし、あ、の猫さんですか。はい、わ、こんばんは。こんばんは。本当にひそこさんですか。そうです。おはようございます。今一人ですか。はい。あ、本当に聞いてました。わ、どうもありがとう。眠くないですか。今おいくつですか。今もう17歳です。あ、17歳、はい、っていうことは高2かな。もう受験勉強とか始めたりしてるんですか。まあ本当にクラブやってますか。何やってるんですか。バンドリングマンドリン部。今度裏方で弾かせてください。ありがとう。今度聞かせてくださいね。はい。あ、ちょっと前、今回コンサート札幌に来ないんですね。あ、そうですね。きっと秋とか呼んでくれるんじゃないのかな。秋には行けるとマネージャーもうなずいてますので来てくださいね。はい、絶対行きます。雪とかどうですか。と中心部はあんまり降ってないから、うちのところはあまり降ってません。あ、本当に。はい。寒さはでも寒いでしょうね。今日はちょっとパラパラと降ってる感じで。ああ、本当に。森谷さんとお話ししませんか。あ、します。しますって、積極的。どうぞ。もしもし。おはようございます。おはようございます。パンです。森谷さんも好きです。ほら嬉しくなってきた。嬉しそうな顔になってきた。おじさんをからかっちゃダメだ。いや、でも、今日のお化けの話、面白かった。ずいぶんあれだね、町の中にいるんだね。え、住所を見るとね、中央区でしょ。ええ、ね、すすきのの近くじゃない。そうでも、すすきのよりは離れてます。ずいぶん南へ下るけどね。ロープウェイの近くなのかな。 あっちの方な、西中いくつだからね。詳しいですね。うん、藻岩山の方ですよ。そうですか。はい。ほら、あ、すごい。なんで知ってる。大きいスーパーマーケットがあるところですよね。なんか森谷さんなんかたびたび札幌に来てるとかって、最近は行ってないんだけど、来週サザンオールスターズについていこうかなと思ったんだけどね。来る時言ってください。17歳かダメだ。なんだ、何を考えてるんだこの人は。何も考えてない。本当かな。もしもし、はい、どうもありがとうね。はい、コンサート来たら絶対行きます。あ、来てください。はい、また聞いてくださいね。はい、どうもありがとう。おやすみなさい。おやすみなさい。というわけで今日はもう一人しますか。お電話します。今度はお名前がよく見えないが、柿原理香子ちゃん、佐賀県といえば九州のあっちの方だな、遠いところにで聞いてくださってるのでしょうか。ネットしてないから多分福岡の電波で雑音混じりで聞いてくれてると思うので、大きい声で理香子ちゃんお電話しますよ。佐賀県には民放は確かないはずです。え、ないんですか。
佐賀ラジオとかなんか佐賀ラジオって聞いたことありませんね。ないのかな。もしもし。もしもし。あ、こんばんは。あ、こんばんは。リカ子ちゃん。おはようございます。リカ子さんですか。はい。かわいい声ですね。あ、どうも。いくつですか。中学3年生です。あ、中学3年生。はい。いつ頃から聞いてくれてますか。2年くらいかな。そんなに。はい。どういう。初めてなんです。電話番号書いたの。あ、本当。はい。初めてで当たったんだ。嬉しい。くじ運強いですね。普段は何やってるんですか。クラブとか。クラブ。うん。行きたくないけど卓球です。言いたくないけど卓球、なんで言いたくないんですか。恥ずかしい、暗い割れて。あ、暗くないですよ、卓球は。初めてです、言われたの、そういうふうに。あ、本当に。はい。高校は受験勉強とかするんですか。一応してるんですか。今大変ですね。いえ一人っ子ですか。いえ、妹がいます。妹、いくつですか。小学6年生と5年生です。あ、二人、年子でいるんだ。はい。喧嘩とかしません。あんまりいいですね。一番長女なんでしっかりしてるんでしょ。あ、今お布団の中ですか。起きてきました。布団の中から飛び出て起きてきたんだ。どんな場所にいるんですか。3人との部屋なんですよね。3人とも一緒の部屋で、一緒の部屋で、はい、長い部屋なんです。長い塀の端から端に走ったんだな、じゃあ。はい。あ、本当に。また聞いてくださいね。はい。コンサート行きますから。あ、いらしてください。はい。そちらは暖かいですか。ちょっと、なんか、レッスンの方でも北の方ですから。ああ、そうでもないです。そんなに暖かくはないんだ。はい。あ、じゃあ、ぜひまた聞いてください。はい。お書きもくださいね。楽しみにしてます。あ、どうもありがとう。おやすみなさい。というわけで、今日は、あ、もう一ついきますか。神戸市短大に受かった方、お、めでたい人が、もうすでにめでたい方が、神戸市の岡田育子ちゃんだと思います。お電話します。優子ちゃんかな、どうかな。お電話しますので、走ってください。お電話のとこまで。もしもし、ひろこさんですか。はい。あ、2回目なんですよ。あ、本当に。はい。お話ししましたっけ。はい。わ、ごめんなさい、忘れてしまって。前の時は何て言ってお話したんですか。前の時はね、短大、入試前にかけてもらってね、ちゃんと失恋したてで、あ、そうか。はい。ハスキーな声ですねって言われて。本当にそうですね。はい。それで、あ、合格したんですね。はい。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。学校の名前なんか言っても大丈夫ですか。はい。日の本学園の、もう上がってしまって幼児教育か。難しい学校です、はい、あ、難しい学校なんですか。いや、そんなに嘘です。本当に森谷さん、どうもありがとうございます。はい。頑張って勉強してください、ね、はい、ありがとうございます。どうも、また聞いてください。はい、頑張ってください。はい、どうも、さようなら。おやすみなさい。というわけで、今日は3人の方とお話できました。今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。なんか60歳のおばあさんが、孫に頼まれて録音してますっていうお手紙もいただきましてね、すごく嬉しいです。ぜひまた聞いてください。ボツになった方ごめんなさい。来週は、コンサートツアーに出てまして、15日大阪、16日広島、17日、福岡って言ってますんで、コンサートの模様をお届けするっていう企画になると思いますけど、またぜひ聞いてください。おはがきもください。どうもありがとう。谷山ひろこでした。